それじゃあおとぎの森のゴールディとベア始まるよ。ディズニージュニア、まだまだ続くよ。おとぎの森のゴールディとベア、ディズニージュニア、ディズニージュニアキラキラムービー。美しいベル、これでいいわ。野獣の姿に変えられた王子、これはあの美女と野獣に隠された3つの物語。思いやりや優しさが奇跡を起こす。愛の魔法が幸せを運んでくるよ。綺麗だ。美女と野獣、ベルのファンタジーワールド、6月2日日曜日夕方5時。26日日曜日はすごいな。ちびっこマダガスカルの新しいお話がいっぱい。絶対楽しいよ。抜けた歯を追って大冒険。待ってて僕の歯。夜の公園パトロールデビューだ。夜のパトロールで事件発生。正真正銘のミステリーだ。ちびっこマダガスカルワクワクサンデー、26日日曜日朝11時から昼1時まで。またまた始まるよ。おとぎの森のゴールディとベア、ディズニージュニア。この後のディズニージュニアはドッグはおもちゃドクター。待っててね。仲良しの兄弟ビンゴとローリー。イエーイ。2人の周りは事件がいっぱい。フレンチトーストを作るパンが盗まれたんだ。大好きなお友達のために、うん、世界中を冒険だ。さあ行くぞ。飛んでるよ。パグパグアドベンチャー、月曜日から金曜日朝10時30分。ディズニージュニア。ありがとう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 。いつもいっぱい遊んでくれてありがとう。みんなありがとう。来てくれて本当にありがとう。抱っこしよう。こういうのって最高だね。大好きだよ。ディズニージュニア。キッチン準備はいい？アリスのベーカリーへようこそ。助けてほしいんだにゃ。ひおばあちゃんのレシピならできるかも。不思議なレシピでほんとびっくり。不思議なクッキング。最高の出来だわ。さあ願いが叶うお菓子を召し上がれ。さあ作ろう。アリスと不思議の国のベーカリー、月曜日から金曜日朝11時30分。ディズニージュニア。